田中康雄のだから言わんこっちゃないボリューム342書き下ろし一つの新たな長い中を加えて7月4日リリース。記憶の円盤に乗って80年代、文庫版33年後のなんとなくクリスタル、中のさらなる中サイトも同時アップと題してお届けをいたします。見本が上がってまいりましてですね、7月の4日なんですけど、こちらが、文庫版でございます。で、文庫版はここに書きましたように、文庫本化に際しての一つの新たな長い中というですね、大変に長い、文章がございます。この帯もですね、なかなかこうまた綺麗な感じで、今までの表紙にちょっとこういう色合いにしましたので、表参道の交差点がちょっと昔の、都電こそ走っておりませんけども、表参道の交差点のところも昔は都バスが走ってたわけでございましてですね、ずっと赤坂見附の方まで行ってたわけです。今はチーバスになっちゃってますけども、この感じでございます。で、まあ帯の方には裏側に大沢雅史さんと中西玲さんの、解説が後ろに2つついていて、で、まあこちらに438の中というような具合になっております。まあ、まさに高度消費社会というものを、描いたの入り口を描いたなんとなくクリスタルというのが1980年の5月に執筆をしまして、本が出たのが文芸賞を取ったのが1980年の10月でありまして、本が出たのが1981年の1月という形であります。そしてそれから33年後に、文芸で連載を始めて、本が出たのから33年後のですね、2014年にですね、発売をされているわけでございまして、この中の新たな中というのはですね、皆さんご存知のようにノーマフィールドというですね、シカゴ大学で教えている女性の方、まあ、言語学者でもあります。まあ、彼女はもともと基地の中のアメリカンスクールに通っていたという、お母さんが日本で、お父さんがアメリカで、で、まあ、いわゆる進駐軍がいた頃に東京で生まれたという方なんですね。で、まあ、この方がですね、実はヤッシーのなんとなくクリスタルに関してですね、非常に面白い文章をお書きになってたんです。これが現代思想のですね、1987年ですから、まあ、本が出て6年くらいということで、6年7年ですね。で、なんとなくクリスタルとポストモダニズムの微光、兆候というタイトルの内容なんでございます。で、まあ、彼女が言ってる内容を踏まえてですね、私のこの、中の新たな中というものが出てくる。で、そしてまたこのスーザン・ソンタンさん、もうすでに、病気でお亡くなりになりましたけども、血病で、浅田彰さんとですね、それから磯崎新さん、スーザン・ソンタクさんたちの、座談会があって、そこにまあ私が公開座談会で、私もですね、そこに参加をしたと。で、そこで私が述べたことに関して、まさに私が述べている微力だけど無力じゃないであったりですね、段階の世代というものは、連帯を求めて孤立を恐れずだったけど、我々は自立を求めて、連携を恐れずだというようなことを述べた時にですね、この孤独ということと連携ということをですね、どう捉えるかというようなことをですね、スーザン・ソンタクさんがどういうふうにおっしゃったのか、当時ちょうど私が知事だったので、その内容に関してもですね、彼女は非常に鋭くですね、おっしゃっていただいたと。まあ、まさにスーザン・ソンタクさんがおっしゃったことに比べると、皆さんご存知のですね、あれでございますね、東京新聞あたりでずっと書いていた、ジェラルド・カーティスさんみたいな方はですね、ほとんど手続きがどうだとかああだとかですね、今のドナルド・トランプ氏に関して言ってるような人たちだったんですけども、まあ、スーザン・ソンタクさんはノーマ・フィールドさんと同じような視点でお話になってた。で、このノーマフィールドさんの文章というのは現代思想に載って、もうすでにこれ絶版でございますし、まあ、ご存知のように現代思想はですね、私が コモンズから始まる新種ルネサンス革命を書いてくださった宇沢博文さんの追悼号の時に、私の原稿を載って、まあ、現代思想なんて原稿量ほとんどないんでございまして、追悼号に書いたんでございますけども、まあ、校閲があまりにもここはひどくてですね、
そして同時にですね、なんとその後にですね、田中康夫が宇沢博文を使ったようなものであって、宇沢がいい人だったからいろいろと書いてあげたけども、それを今是正をしているのが今の長野県の知事だっていうようなことをお書きになったですね、東京大学経済学部のですね、元日産自動車にお勤めだったという、教授で、今もう名誉教授、埼玉にお住まいでございますけどもね、神野直彦さんがそんなもの依頼した中にですね、宇沢さんのこととの関係を書いてちょうだいと言いながら私をディスるような文章を載せるというのが現代思想の歴代のですね、あの発想談でございまして、このノーマフィールドさんの文章に関しましてはですね、あのきちんと私の方であの PDF にして載せてしまいますのでですね、お読みいただくことができます。鈴田孫拓さんのもこちらの絶版になってますけど、まあさすがにこれはいろんな方が座談会に出てきておりますので、私が発言した部分くらいをですねきちんと載せる、これがあの中のさらなる中という、今までいろんな方の書評が載ってきておりますけども、まあ、先日 の, あの和歌山明彦さんの、日本経済新聞のですね、まさにあの今栗と元栗というのは比類なき経済小説だという大変にありがたい言葉をいただいたんで、まあ、日経新聞というか日経流通新聞が最初にヤッシーに、どこのメディアよりも早くインタビューに来たっていうのが日経流通新聞だったっていう不思議な縁でありますけども、これをあのはもちろんネット上に載っておりますので、このあたりを中心にですね、さらに中の中というのが出てまいります。あの実はですね、これあの見本見ていただくと分かるように字が少し大きめなんですよ。で同時にあのこれはですね、いろいろ考えて、まあお読みになる方もだいたい40代50代になってくると老眼鏡が必要だったりですね、なってまいりますので、まさにこの少子高齢化社会で字体もですね、このサイズの中でも読みやすいという字体をですね、あのフォントを選んでいただきました。なので非常にあの読みやすく、老眼鏡がなくても本当にこうやって読めるという感じでございます。中の方はさすがに438もございますので少し小さい休数でございますけども、その後の方に解説と並んでですね、このまさに、今栗と元栗、その記憶の円盤が舞い続ける時空と題してのですね、私の新しい長い中がございます。今までのあの今栗のに関してのいろんな番組に出た内容とか記事とかですね、インタビューとか書評のページはそのまま残して、さらにこの中のさらなる中というところのコーナーを作りますので、ぜひこちらもですね、文庫をお買い求めの後ですね、ご覧いただけるとグリコのあの何粒以上に美味しくなるのではなかろうかと思っております。ということで、まあ現在あの書いている長編というものもですね、まあ、ある意味では日本の、近未来なのかな、だけど、まあこのあとですねいろいろお話をしてきますけど、まさに右も左も拳を上げているような時代の時にそうではない場所というものを、実はあの大沢さんが書いておりますけれども、あのこの33年の奇跡は登場人物たちが真摯に時代と関わり時代と共振していたことを証明しており、どこも静かな感動を覚えずにはいらなかったというのとですね、中西玲さんが作者は微力だけど無力じゃないと言いつつ黄昏の光に向かって歩いていくその後ろ姿は文学以前の問題としての文学こそが文学なのだという決意に満ちている、いやこの本は現代の黙示録かもしれないという大変にあの過分な言葉をいただいております。比類なき経済小説としてもお読みいただくことができますので、ぜひ、文庫こちらはですね、定価が740円でございますけども、これだけ分厚いので結構この想定の良さも含めてですね、なんとなくシャッター通りではない明るさという、まさに川垂れ時とですね黄昏時がですね、実はルビンの壺で共振をしているというところもお読みいただけるかと思います。ということで川出文庫から出ておりますのでですね、まあ、あの無国籍企業 Amazon でお買い求めいただいても構いませんし、どこでも、お買い求めいただけるようにもなっております。さすがにあのこの後ろのところがあのムーンウォークは文庫で出てないので、ここにはあの元栗が書いてありますけども、ムーンウォークもまだですね、ございますのでお読みいただければと思います。ということで本日は記憶の円盤に乗って80年代文庫版33年後のなんとなくクリスタル中のさらなる中サイトも同時アップ、7月4日リリースをお届けをいたしました。